ゴリラのボスがシルバーバックなのはなぜシルバこと一緒なんだよなシルバーは人間だとさ年を取るとなるんだけどゴリラの場合には背中が白くなってだんだん年を減るごとに白い部分が増えていくわけだよなでもメスはそうならないオスだけなんですこれはね暗い暗い森林の中で目立つからほら敵に狙われやすいわけじゃないですかそれでも健康で 全然怪我もしないってことは強いわけだろ。目立つ特徴を身につけながら、あの健康でいられるっていうのはもう強いリーダーの条件なんだよね。シルバーバックは先頭に立って歩いて行って、その白い背中をメスや子供たちに見せる。そうするとメスや子供たちは安心してその白い背中を目印にしながらついていくわけだよな。